はようございます。3月30日月曜日の全国の天気をお伝えします。昨日は関東甲信、北陸、東北南部で雪が降りました。そのため今朝は路面の状態に注意が必要です。内陸の山沿いではまだ積雪しているところもありますし、またシャーベット状凸凹凍結、アイスバーンとなっているところもある予想です。車の運転や足元には十分にご注意ください。では全国の今日のお天気を確認していきましょう。西日本や東日本では南の海上に停滞する前線の影響で雲が広がりやすい空、特に西日本の太平洋側や東海甲信エリアでは雨が降ることがあります。お仕事などで外出をされる場合には雨具をお持ちください。特に前線から近い種子島、屋久島、奄美、そして沖縄本島では雷を伴う恐れもありますのでご注意ください。一方北日本では高気圧圏内となり晴れて穏やかな天気となります。気温を見ていきますと、東日本や北日本では昨日よりも気温が上がるところが多くなります。日差しが届く北日本では昼間は春の暖かさとなりそうですが、朝晩は冷え込みそうです。西日本や東日本は雲も広がりやすいため体感的にはひんやりと感じられそうです。特に太平洋側、雨が降るエリアほど寒くなりますので暖かくしてお過ごしください。以上全国のお天気をお伝えしました。それでは皆さんお気をつけていってらっしゃい。